リング長考の方やってまいりました、はい、1キロ超えをね。おお、来た、ナイスナイス、でかい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 、思ったよりでかかった。この映像ちょっと紹介してもらおうと。斜め45度からのライン見て、これとマーク見て。DL さんこっち使ってもいいよ。はい、どうも。朝今日も京都で、今日も京都でですよ、レギング長考の方やってまいりました。まあもちろんね、皆さん何度も言うようにこの方々、はい、デュエルサポーターを目指して、はい、そうなんです、はい、活動しております。はい、ということでね、このインスタ、アカウントを載せておくんで、ぜひねフォローの方お願いします。よろしくお願いします。今日の目標をちょっと一人ずつ、僕はもうもちろん1キロ超えをねと釣っていきたいかなと。ここ釣ったらデュエルさんもね、そう、見てます。1キロ釣りますよ、今から予言して釣ります。私もですね、結構ムラがあるんで、釣れ方に今日はしっかり釣っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。デュエルサポーターへの道お願いします。マー君とユウスケとちょっとね離れて、漁港の湾内をね先に探っていきたいと思います。ちょっと気になってね、今ね満潮からの下げ始め、タイミング的にはバッチリですよ。日中朝まずめということでゴールドテープ投げてます。 K オレンジダークグリーンですね。ダートマスター 3.55 ラインをね変えたんですよ。デュエルのねタフ8ってやつの 0.65 八つ編みですね。超滑らか、いいか悪いかって言ったらいい。サイトでは追尾はいない。堤防のね取った脳にやってまいりました。おお、青物やん、びっくりした。そりゃ無理よ。リアイソ行ってきまーす。来た、ナイス。うわ、来ましたよ。でかそうじゃない？あ、ぶり上げれる？お、ナイス。でも朝一ナイス。あ、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。ほら、皆さんやったじゃない。やりました。やったじゃない。ゼロですね。ゼロです。あ、でもいいんじゃない。200、700。700ない。700サービス。サービス700。サービス700。サービス700。お、ナイス。皆さん、イカいます。この人だいぶ弱ってる。イカさんが泳いできました。元気にスイー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 スイじゃないのよ。ポイント入ってきましたよと。よいしょ。ただいまですね、満潮ですね。もうすぐからもうちょっとしたら下げ始めかなぐらい。はい、ということでですね、入ってまいりました。もう春だと思ってますので、こちらはダウン来てるけど、藻がすごくて、夜藻場めっちゃ難しいっすよね。この見ての通り、こう糸しゃくったばっかりなのに全然入っていかないでしょ。藻に上に乗ってるんですよ。でじわーっとズン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 、あ、ズン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 。水深はね、多分3メーター4メーターもしくは2メーターとかも、場所によってはあるかもしれないですね。ポイント移動してきました。先のところはね土砂路だったんですけど、ここはちょっと水深があるところです。スタートマスターの、KM ラパープルですね。よっしゃ、行ってこい。お潮がねどうなんでしょうかね。お、来た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 。よし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 、ちょ待て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 、1投目やって落ちパクよ。あ、引きはよかけどね、多分1キロはないと思う。キロはないってことは500はあるんでしょ。あると
けどな、この引き方は。いいだろ、いいだろ。でかいでかいでかい。でかい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 。思ったよりでかかった。どうする？うん。よし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 、あ、いいじゃないいいじゃない、あら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 、でかいでかい、いいじゃない、いいでしょ、いいじゃない、広あるかなないかなぐらいでしょ、ちょうど上がりましょう、ゼロゼロです、はい、ゼロですね、はいはいはい、よし、どう、教えてよ、見た方がいい、自分で見なさい、見なさい、あなた見なさい、見なさい、おー、ちょうどジャストです、これ行きましたね、いや、ナイスです、お疲れ様です、お疲れ様です、やっとですね、よかったですね、頑張ったですね、よかったです、なんとかギリギリ釣るところがやっぱなんとかね、そういうことですね、まあもう、まあさすがデュエルサポーター目指してる、目指してますから、はい、ありますよ、二人、まあ、まず、まあ最初の方のマーク、うん、どんぐらいだっけ、サイズ、サイズ700ぐらい、700ぐらい、いや、いいんじゃない、いい、よかったっすよ、うん、500以上はまあいいです、うん、お決まりのまず目で、うん、一発目で早かったもん、うん、あの、ワンダの中に入ってきたと、まあ入り口っすね、あの、背の際みたいなところ、そう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 、はいはいはい、あの、もう背取ったんだ、あの、向こう側の取ったんの、ギリギリらへんですね、だけ多分、餌探しに来てたのかなっていう状態かな、結構、色も釣った時黒かったっすもんね、うん、うん、続いてジョン君、はい、はい、夜ですね、まあそこも磯場、まあ違う磯場やけどね、違う磯場に行って、最初結構まったりしてたんですけど、うん、潮が途中からギャンギャン引いて、で潮が一瞬こう緩んだ時間帯があったんですよね、うんうんうん、直定したかなぐらいの感じで、うん、行ったらもう来てました、ね、そんな柔らかい感じじゃなかったもんね、うんうん、おちばこ、おちばこ。もそのサイズはちょうどキロです。おお、良かったですもんね。ということでですね。はい。今回はまあその時この釣ったエギをちょっと紹介してもらおうと、はい、はい、思いまして持ってきてもらいました。はい。まあもちろん皆さんご存知リアルイソスエジ。これもダートマスターの方ですね。ダートルなしの方です。斜め45度からのライン見てこれ、うん、とマーク見て。ディエルさんこれ使ってもいいよ。ポスター。うん、どう4月に。まあ鉄板ですね、まあ、まあ鉄板ですね、うん、結果は出てますもんね、出てるんです、1本持ってるとマジで便利なんで、困った時の1本、1本、はい、よろしくお願いします、了解です、はい、私もダトマスターですねスーパーブルーヤコーのレッドオレンジ、これに変えた瞬間落ちパクだったんです、なるほど、やっぱ夜いいんだなと思った、赤下地は夜強いね、強いな、はい、やっぱりと思いながら、ってことでおのおの、はい、使用したエギ、まあ、こちらで釣れましたよということで、はいはい、まあ、少しでもね、参考にしていただければと思います、思います、はい、まあ、デュエルサポーターへの道ということで、はい、皆さんお二人超過を上げましたよ、はい、ってことはこちらのインスタグラム皆さんぜひフォローもよろしくお願いします、はい、します、今回の動画が面白かったなって、マー君とユウスケ頑張れと思われる方は、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンをベルマークよろしくお願いします、よろしくお願いします、バイバーイ。